はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回もちむどんどんの次週予告ですね。第19週8月16日火曜日の第92話。第92話では、賢秀がある人物と再会するという展開になるようですので、その辺を含めながら予告の方を紹介していきたいと思います。はい、当然ネタバレを含みますので、その点だけご注意の上、ご覧いただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、それではまず本日放送のありました第87話のトピックスですが、涼子と賢秀が紫詠子を訪れるくだりは非常にコメディータッチで面白かったわけですが、ここでは本筋に影響を与えると思われる部分をピックアップしました。房子が言った一言ですね。料理は美味しいだけじゃない。忘れていた思い出を呼び起こすものでもあると言いましたね。そして房子はその料理を作ってみたということで、信子は食べて美味しくないと言っていました。この料理ちょっと分かりにくかったですね。ホームページ上ではフォンターナのお寿司として予告アイテムに上がっています。やはりまずそうですね。青柳家はもしかすると房子の闇市の店を訪ねたことがあるのかもしれないですね。そして房子はこのフォンターナのお寿司を出したのでしょうか。第86話で楽しい外食の思い出に、和彦はマーケット、闇市ではとはっきりとは覚えていない様子でしたが、その闇市での外食は楽しかったような印象を受けました。さて、どういった展開に明日からなるんでしょうね。はい、はい、それでは予告の方ですね。第92話は信子の憂鬱となっております。信子は独立に向けて動き出しますが、資金繰りや物件など決めなければいけないことが山積みで頭を悩ませているようですね。その頃賢秀は昔から縁のあるガナハとまたばったり会って…となっておりますが、悪い予感しかしないですね。これまで賢秀はガナハから2回裏切られているわけです。1度目は投資詐欺でしたね。沖縄の通貨が本土復帰によりドルから円に切り替わる騒動に乗じての詐欺に引っかかってしまった賢秀。2回目はあるビジネスに勧誘される賢秀ですね。紅茶豆腐という怪しい健康食品ビジネスに勧誘され、 CM 費用と偽り賢秀が用立てた資金を持ってとんずらするガナハによって再度ですね、賢秀は裏切られるわけです。さて、賢秀は2回目の再会でガナハにまた会いますが、また騙されるのでしょうか。2度あることは3度あると言いますが、もう一つ3度目の正直という言葉もありますね。どちらの方なのでしょうか。絶対信子の回転資金には手をつけないでほしいですね。一方、沖縄では涼子が野菜の好き嫌いをする娘春美に手を焼いているようですね。涼子は学校で給食主任を任され、子どもたちの野菜嫌いを直そうと奮闘を始めるようですね。子どもの野菜嫌いは今も昔も変わらないようですね。涼子は責任感がありすぎて空回りするタイプなので、奮闘ぶりが少し心配でもありますね。はい、第92話、信子は独立に向けて動き出しますが、資金繰りや物件など決めなければならないことが山積みで頭を悩ませています。その頃兄賢秀はガナハに2度目の再会をすることになります。頼むからまた騙されて、信子の準備している回転資金には手をつけないでほしいですね。一方、姉涼子は給食主任を任されて、子どもたちの野菜嫌いをなくそうと奮闘していくようですね。
はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また野菜、それでは次の動画でお会いしましょう。